冷蔵庫に残ったパスタは捨てないで。出来たてよりも温め直した方が太らないことが判明。イギリス研究。パスタは太るイメージがありますよね。冷蔵庫にある残ったパスタは体重の増加が気になる人にとってはちょっと厄介なもの。しかしそんな方に朗報です。 BBC のトラスト・ミー・アイ・エム・エー・ドクターという実験番組で、残ったパスタを冷蔵庫で冷やしてから温め直すとより健康的なものになることが明らかになりました。調査は1週間に3回行い、これを何週間かにわたり行いました。調査方法は9人の対象者に出来たてのパスタ、冷たくなったパスタ、そして温め直したパスタを食べてもらい、血液サンプルを15分ごとに2時間採取しました。その結果、出来たてのパスタを食べた人と比べ、冷たいパスタを食べた人の方が血糖値とインスリン値の上昇がより低いことが判明しました。また温め直したパスタを食べた人は血糖値とインスリン値がさらに一層低いことが判明しました。この番組の専門家によると、出来たてのパスタと温め直したパスタを食べた人を比べると、温め直したパスタを食べた人の方が血糖値の上昇が 50% も低かったそうです。なんとも不思議な結果。どうやらその理由はデンプン質に秘密があるそうです。調理されたデンプン質を多く含む食品が冷めると、アミロペクティンやアミロースとして知られる分子による老化現象が起こるそうです。老化現象とは、水が表面に浸出し離水、難消化性デンプンを含む異なった構造を作ることです。難消化性デンプンは消化管で食物繊維と同様に作動します。これは大腸での発酵速度がゆっくりしていて、大量に摂取しても不快な現象を起こすことなく、しかも脂肪酸の中でも特に酪酸を多く作り出すそうです。さらに血糖やインシュリンの上昇を穏やかにしてくれる効果もある優れものだそうです。ではなぜ温め直したパスタはより一層効果があるのでしょうか。実ははっきりとは解明されていないそうです。というのは、他の多くの科学者は温め直した食べ物はより少ない難消化性でんぷんとともに元に近い状態に戻ると主張しているからです。ですからこの実験の結果は少しの疑念とともに受け取るのが賢明だそうです。たとえ小さな研究でも興味深い結果ですよね。これがさらに解明されていけば女性にとっては心強いですね。ネットではこのようなコメントが。すじってシャリは冷たいでんぷんだけどうまいぞ。最強じゃねわら。血糖値の上昇を抑えるためにわざわざまずいパスタを食う意味がない。パスタを温め直して食べるより暴飲暴食せずに運動すればいいだけ。伸びたパスタ食べてるだけじゃないの。最初から食べなきゃいい。終了。太るか太らないかは食べる量。あと温め直すとか面倒くさいことしなくても、パスタ量を食っても太らない方法がただ一つだけある。それは乾麺のまま食うこと。でんぷんがアルファ化してないので消化しがたい。適量が100から 200g。 冷たいソース、味覚音痴ですよねわら。まずいだろ。ところでアメリカ映画に出てくる家庭のパスタ料理ってクソまずそうだよな。どうでもいいけど、アメリカ人って缶詰入りのパスタをキッとして食うんだぜ。冷やしパスタってうまいぞ。そうか、弁当に入ってる冷めて酸化したナポリタンは食べる人を気遣っていたのか。体に吸収されないでうんこの量が増えるだけ。スパゲティっていつからおしゃれな食べ物になっちまったんだろうな。イタリアでは普通にご飯感覚なのに。量を減らした方が楽で確実な件。でんぷん質は冷やして食べると腸にいいんだよな。ポテトサラダを冷やしたり冷製パスタもお通じにいいんだとさ。茹で上げがうまいんじゃん。運動するよわら。ポテトサラダは冷えたポテトが食物繊維のように作用するとか聞いたけど、同じ日本のバスエナポリタン最強ってことだな。一回水で締める程度じゃダメなん。さすがイギリス、味とかどうでもいいよね。イタリア人発狂。